皆さんこんにちは。自然体で気取らない感じが好印象なことから、理想の有名人夫婦ランキングで常に上位をマークしている仲里依紗さんと中尾明慶さん夫婦、テレビで見せるお互いに対しての言い分はサバサバしているように聞こえる時もありますが、根底にはお互いへの尊敬と感謝の気持ちがあふれているところもとっても素敵ですよね。そんなお二人の間には現在子供さんが一人いらっしゃるようです。お二人の子供さんだからきっとものすごく可愛いんでしょうね。また字を書ける少女やホリデーラブなどに出演し、様々な役をこなす女優の仲里依紗さんは2013年に結婚していますが、結婚前には大物俳優との交際が噂されていました。そこで今回は仲里依紗さんと中尾明慶さんとの子供について、そして仲里依紗さんの過去の恋愛遍歴について調査しましたのでご紹介します。仲里依紗さんと中尾明慶さんの間には現在子供が一人いて、性別は男の子です。第一子、2013年10月4日午前1時8分に 2650g の元気な男の子が誕生。出産の時は中尾明慶さんも立ち会えたということで、第一子が誕生した際の発表の時には中尾明慶さんの公式ブログでこのように綴っていました。立ち会うことができました。自然と涙が出ました。そして彼女に感謝しました。本当に長い長い10ヶ月よく頑張ってくれました。最後の最後まで。そして生まれた新しい命。本当に母親ってすごいですね。僕はまず産んでくれた彼女と生まれてきてくれた赤ちゃんと2人に感謝の気持ちで本当にいっぱいです。実は息子さんは予定日よりも20日も早く誕生したそうで、中尾明慶さんは子供が生まれる前日、男友達を自宅に呼び出前を取ってどんちゃん騒ぎをしていたら、翌日突如陣痛が来てバタバタしたのだとか。そのため仲里依紗さんから2人だけの最後の夜は出前の後片付けをして終わったと愚痴られたそうです。わら。子供の名前については公表を差し控えたいとの意向で、誕生してから現在まで明かされていませんが、インスタグラムや YouTube で子供さんをトカゲくんと愛称で呼んでいます。そう思った人も少なからずいるようですが、2人の子供さんの名前愛称をトカゲくんと呼んでいる理由は、 YouTube で仲里依紗さんと息子さんが1日デートをするという企画の時に、今日1日だけの名前を決めてスタートしようという流れで決まったようです。トカゲを可愛がっていることからのなんとなくの流れで決まったようですね。本当は YouTube のためのその日1日だけのニックネームだったのですが、そのまま息子くんの名前はトカゲくんになりました。おしどり夫婦として知られ、本当に仲が良い中尾明慶さんと仲里依紗さん、子供さんがすごく大好きなようなので、2人目の子供がいそうなイメージなだけに、なぜ一人っ子で2人目を作らないのかなと不思議に感じている人も少なくないようです。しかし実は関係者の間では、仲里依紗さんは2人目を極秘出産しているとの情報が出回っています。どうやら現場にトカゲくんではない別の赤ちゃんを連れてきていたという話から、このような話が出回っているようです。しかし仲里依紗本人からは2人目の存在について一切アナウンスがされていません。このことから仲里依紗さんは2人目のお子さんが発達障害を抱えていたため、ひた隠しにしているのではという噂になっているようです。本人の口から何も語られないため真相は分かりませんが、単に親戚の子供の面倒を見ていただけという可能性もあるので、不確かな噂を鵜呑みにするのは危険そうです。 YouTube で見る仲里依紗さんとトカゲくん、子供の日常はいつもはちゃめちゃで遊びが詰まって楽しいという感じなのですが、一方で中尾明慶さんとトカゲくんの日常が真逆でなんだかシュール。その違いがかえって面白いのです。どんなエピソードがあるのかご紹介しますね。子供とのエピソード1、パパをニート扱い。ある日の日曜日、子供と2人でお出かけした中尾明慶さん。久しぶりに日曜日、子供と2人でゆっくり出かけられて嬉しそうな中尾明慶さんに対し、トカゲくんは息子
ママにレース見てもらいたかったな。中尾さん、俺が見てたじゃん。パパに見せたいとかないの？息子、ない。だってさ、ママはお仕事あるけど、パパはいつもいる。と、まさかのニート扱い、笑。子供とのエピソード、中尾さんのお誕生日の日は男同士でシュールご飯。中尾明義さんの34歳のお誕生日の日は、妻の中里依紗さんはお仕事だったのですが、前日から、お誕生日なのに一緒にいられなくてごめんね、と言ってくれていた優しい奥さん。結婚して9年経過した今でも、旦那さんの誕生日を祝ってあげたいと思ってくれていることがすごく嬉しい、と中尾明義さんは素直な気持ちを言っていました。本当にずっと変わらず仲良しで素敵な夫婦ですね。トカゲくんは学校から帰ってきて第一声がお誕生日おめでとうと言ってくれたそうです。子供とのエピソード3チャンネル登録でパパをねぎらう息子。昨今精力的に YouTube を頑張っている中尾明義さん。この日の動画撮影は計画通りにはいかず、なんだかグダグダになってしまったことから、動画の企画関係なく雑談を始めた中尾明義さんと吉木 D から YouTube を始める前から YouTube やりたいって言っていたけど、俺がいなかったらやってなかったの？と聞かれた中尾明義さんは、楽しくできるならやりたいと思って吉木 D を誘ったと YouTube にかける熱い思いを2人で話していました。こういう素の中尾明義さんが見れるのはいいですね。一生懸命で応援したくなってしまいます。そしてその思いが募り、画面に向かって、だからお願いします、これからも面白い動画を上げていきますから、と視聴者にお願いトークで締めようとした瞬間、トカゲくんが、ちょっとパパさ、自分のチャンネル登録数見てて。数分経過、なんとトカゲくんは中尾明義さんのチャンネルをずっと登録してくれていなかったのですが、1年半かけてようやく登録してくれたようです。中里依紗さんの動画は当然面白いのですが、合わせて中尾明義さんの YouTube を見るとさらにシュールに感じるから楽しいですし、何よりもトカゲくんが面白いのです。おしどり夫婦な上に家族みんなが仲良くしていて微笑ましいですよね。続いて中里依紗さんは、なんと結婚前に大物俳優と交際が噂されていました。その真相は一体何なのでしょうか。紹介していきます。2013年に結婚した中里依紗さんでは、これまでに交際が噂された男性の数は決して多くありませんが、SNS で公開喧嘩や略奪愛などインパクトがあるものばかりです。噂によると中里依紗さんは見た目のさっぱりしたイメージとは異なり、中身は恋愛体質でいつでも恋人の隣にいたいというタイプなんだそうです。そんな中里依紗さんだからこそ男性にモテるのかもしれませんね。中里依紗さんと交際が噂された男性を紹介します。中里依紗の歴代彼氏、元彼、浅野忠信。中里依紗さんと噂になった男性1人目は俳優の浅野忠信さんです。中里依紗さんと浅野忠信さんは2012年に週刊誌によって交際が発覚しました。2人は大阪南の繁華街で手つなぎデートをし、路上で堂々ハグをしていたところを写真に撮られてしまったのです。交際報道に対し浅野忠信さんは、仲良くさせてもらっていると中里依紗さんとの交際について認めるような発言をしていましたが、中里依紗さんはコメントしませんでした。交際が明らかになった2人はお互いの SNS でツーショット写真は公開しないものの、同じ場所にいることを匂わせる発信をし、ラブラブであることをアピールしていました。中里依紗さんと浅野忠信さんはドラマや映画で共演したことはありませんでしたが、浅野忠信さんの元カノであるダイアナ千秋さんが中里依紗さんと幼馴染だったため、知り合い交際に発展したそうです。中里依紗さんは浅野忠信さんにぞっこんで結婚も意識していたそうですが、浅野忠信さんは離婚歴があることから結婚にはあまり乗り気ではなかったといいます。そんな浅野忠信さんの態度に気持ちが冷めてしまった中里依紗さんは、私じゃなくてもいいんじゃない？と SNS に書き込み、それに応えるように浅野忠信さんも、俺結婚するなんて言ったっけ？と発信し、この2人のやり取りが話題になりました。
その後、性格の不一致とお互い仕事が多忙だったという理由で二人は破局してしまったのです。仲里依紗の歴代彼氏、元彼、松本潤、仲里依紗さんと噂になった男性二人目は嵐の松本潤さんです。2012年に放送されたドラマラッキーセブンで共演した二人が週刊誌に報じられたことで交際しているという噂が流れるようになりましたが、週刊誌に撮られた写真はドラマの撮影のものでした。仲里依紗さんと松本潤さんがプライベートで親しくしていたという情報はないため、交際はしていなかったようです。仲里依紗の歴代彼氏、元彼、中尾明義、仲里依紗さんと噂になった男性3人目は俳優の中尾明義さんです。2012年11月、週刊誌が2人の交際を報じました。2人は2010年に公開された映画「時をかける少女」で知り合い、2012年に放送されたドラマ「鶴亀助産院」で交際に発展しました。中尾明義さんは当時周囲に仲里依紗さんとの交際を否定していたそうですが、交際報道の4ヶ月後に結婚を発表しています。中尾明義さんは仲里依紗さんと交際するまで付き合っていた女性がいましたが、仲里依紗さんが現れてから別れを切り出したそうです。実際に中尾明義さんが二股をしていたのかは分かりませんが、仲里依紗さんが略奪したのではないかという噂がありました。そんな二人ですが、現在はイベントなどで夫婦共演をしたり、お互いの SNS でツーショット写真を公開したりと仲睦まじい様子がうかがえます。いかがでしたか？今回は仲里依紗さんと中尾明義さんのお子さんについてと、仲里依紗さんの過去の恋愛遍歴について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。